試合開始を前にしたスタジアムには独特の雰囲気が漂い始めました。パナソニックスタジアム吹田へようこそ。解説はおなじみ福西崇史さんをお迎えしました。明治安田生命 J1 リーグの一戦、見応えのある試合になりそうですね。こういう試合を待っていました。期待に応えるパフォーマンスを披露してくれるのか、まずは前半から見ていきましょう。こちらが先発メンバーです。これは攻撃的な4-5-1です。前線の選手の役割が重要です。ここ私立吹田サッカースタジアムは大阪府吹田市の万博記念公園に建てられたスタジアムで、ヨーロッパのスタジアムを参考にして設計されています。ピッチとの距離が近く、臨場感あふれるスタジアムですね。浦和レッズといえば苦労した時代からいい選手が多いですよね。今は選手を集めるイメージもありますが、生え抜きにもたくさんの名選手がいるチームです。いよいよ試合が始まります。浦和レッズボールのキックオフです。牧野智明、杉本健雄、相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。三つ丸ひろむ、頭越しにパスを送った、抜いた、いいボレーでしたが枠に行きません。素晴らしいキックでしたが、さすがにコーナーを狙うのは厳しかったと思います。小屋ひろと、おっとこれは面白い、マイナスのクロスボール、難しいシュートでしたが枠を外れます。パスをカット、いい読みでした。浦和レッズのスローイン、敵陣へボールを運ぶ、いいボールを送りたい。このシュートはどうだ、キーパーが飛びついた、いい反応でしたね。コーナーキックが入ります。ここはしっかりクリアしました。小屋ひろと、カウンターも狙えます。ここで狙いたい、またもピンチか。ゴール手前まではいい感じでしたが、ボールは大きくゴールを外れました。いい感じだっただけに焦ったんでしょうか。ですがこのカウンターで相手は攻めづらくなりましたよ。レフェリーはアドバンテージを取っています。クロスを狙ってくるか、なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。ここはショートコーナーを使う、中の選手にクロスを入れた、
いい位置でカットした。決まるか。ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。自陣のゴールに近い位置ですから、ボールを取られてしまえばこういう結果になるのは明らかですよね。もっと早めにパスを出すかクリアすべきでした。ドリブルでボールを前へ。中にスペースがあります。深くえぐってからのクロス、決定的なチャンスでしたが、これはゴールキックになりました。三原雅俊、三つ丸ひろむ、ここはタックルでうまく対処しました。スローインです。ホイッスルはなし。主審がプレーを流します。アドバンテージを見たのでしょう。サイドのスペースを使います。あの選手が止めなければ入ってましたね。相手ボールになりました。カウンターのチャンス、ここは決めたい。ゴールは見えるか。守りきれるか。ゴール。試合は振り出しです。リプレイで見るとキーパーが何とかしようとしたことは分かりますね。しかし2対1では止めようがありませんでした。別の角度からご覧ください。アドバンテージを取りました。江坂当たる。ここでインターセプト。ボールを運んでいます。これ以上。最後はキーパーの手の中へ。リチャードソン。江坂当たる。杉本。宇賀神智也。素晴らしいスキルで抜いてきます。ナイスシュート、見事に決まりました。ここからはディフェンスに集中しリードを守りきりたいでしょう。キーパーの位置を見て右下を狙いましたね。恐ろしいほど冷静なフィニッシュです。こちらのカメラからの映像です。パスをカットされました。ここはボールを奪取しました。厳しいプレスでボールを奪います。
ここは抜いてくるのか。ゴール決まりました。旗が上がっていますね。ノーゴールです。前半終了です。スコアは2対1、リードは1点です。前半はこの選手のプレーが目立っていましたね。早くも2得点ですか。ハットトリックを狙いますね。リードしているのはこの選手のおかげです。頭越しにパスを送った。いいボレーでしたが枠に行きません。おっと、これは面白い。難しいシュートでしたが枠を外れます。このシュートはどうだ。キーパーが飛びついた。いい反応でしたね。ここで狙いたい。またもピンチか。ゴール手前まではいい感じでしたがボールは大きくゴールを張って、なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。いい位置でカットした。決まるか。ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事。ゴールは見えるか。守りきれるか。素晴らしいスキルで抜いてきます。ナイスシュート、見事に決まりました。ここからはディフェンスに集中しリードを守りきりたいでしょう。ゴール決まりました。旗が上がっていますね。この試合はどのような結末を迎えるのでしょうか。さあ後半キックオフです。崩してきた。絶好のチャンスでしたが決めきれません。リードを広げられたんですけどね。こういうミスをしていると後で後悔することになりかねません。三原雅俊、江坂あたる、ボールを失った。何を狙うのか。ゴールを見る。ゴールキックになりました。これはもったいない。相手ボールになります。浦和の攻撃です。杉本健雄、これをセーブ。危ない状況でしたが見事に対処しましたね。すごい反応です。ゴール前に入れた。ボールをクリアします。このボールはキーパーが弾き出します。コーナーを獲得、点差を広げるチャンスです。
選手の交代があります。得点を取るための交代と見るのが妥当なところでしょう。ボールはゴール前へ。ゴールの枠に行きません。ディフェンスからのプレッシャーでボールを捉えきれなかったようです。リチャードソン、ゴヤ・ヒロト、このパスはカットされました。サイドから中を狙う。ナイスディフェンスです。カウンターアタックのチャンスです。さあゴールを狙いに行く。攻撃を断ち切れていない。相手の隙をついた見事なゴール。カウンターのリスクを常に意識しておくべきでしたね。深く攻めすぎたのが原因でしょう。これはゴールキーパーにはどうしようもないでしょう。2対1ですからね。別の角度からご覧ください。今のプレーにはカードが出されるでしょうか。浦和レッズにイエローカードです。ちょっと軽率なプレーでしたね。注意が必要です。監督としては一気に流れを変えたいようです。江坂あたる、ゴール前に入ってきました。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。ここはカウンターアタックを狙うか。チャンスきた。ゴールを狙う。カウンターから見事なゴールです。カウンターへの警戒が薄くなった一瞬をうまくついた感じでしょうか。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。こちらのカメラからの映像です。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。スローインです。自陣内でプレッシャーにさらされています。相手に渡ります。ボールをキープして自ら勝負します。止める。素晴らしいセーブが見れましたね。よく反応しました。ボールが中央へ向かう。岩波拓也、宇賀神智也、あっとボールを奪われます。江坂当たる、これはチャンス。うまく抜け出してあとは決めるだけという場面もキーパーがしっかりと処理しました。決定機でしたね。少しもったいないプレーでした。
大谷秀和、呉谷大翔、主審がゲームを止めます。オフサイドです。選手が交代します。ゴールキックとなりました。試合は一方的な展開です。残る時間は数分、このまま終わってしまいそうですね。フリーキックのようですね。レフェリーがファールを取りました。カードは出ません。注意にとどめます。助かりましたね。場合によっては今のがカードになることもありますからね。ここはキーパーが判断よく前に出ました。サイドにスペースがあります。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。ここはカウンターのチャンス。カウンターへの対応が遅れているようです。ビッグチャンス、止めました。止めました。素晴らしい判断と反応でした。見事ですよ。主審が選手を指差し、先ほどのプレーに対してイエローカードを出します。アドバンテージを見ていたようです。少し軽率なプレーでしたね。コーナーキックが入ります。宇賀神智也、キーパーが意地のセーブを見せました。そう簡単にはゴールさせないという気迫が伝わってきますね。素晴らしいセーブです。大谷秀和、呉谷大翔。試合終了。ホームチームがこのリーグ戦で勝利を収めました。要所をうまく抑え、ゲームをコントロールしていました。それがこの勝利の要因でしょう。監督や選手たちにとっても今日は会心のゲームと言えるんじゃないでしょうか。カットした。決まるか。ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事に。ゴールは見えるか。守りきれるか。素晴らしいスキルで抜いてきます。ナイスシュート、見事に決まりました。ここからはディフェンスに集中しリードを守りきりたいでしょう。ゴール決まりました。旗が上がっていますね。攻撃を断ち切れていない。相手の隙をついた見事なゴール。カウンターのリスクを常に意識しておくべきでしたね。チャンス来た。ゴールを狙う。カウンターから見事なゴールです。カウンターへの警戒が薄くなった一瞬をうまくついた感じです。